はい、こんにちは、こんばんは、タカです。昨日はね、よく相場の方動きましたけども、この動画はね、まあ、ドル円の解説になるわけですけども、ドル円に限って言えばね、大きな動きはありませんでした。4月5月、このあたりなんですけどもね、もうずーっとね、ドルと円は同じタイミングで売られて、同じタイミングで買われてという流れがね、続いていて、なかなかね、ドルと円との価値の差が生まれにくい状況がね、続いてしまっています。なので、まあ、ドル円もね、ずーっとレンジがしばらくは続くんじゃないかなという予想を立てているわけですけども、昨日なんかはね、かなりドルが売られた相場だったんですけども、まあ、円もね、同じぐらい大きく売られるような形になってしまったので、値動きがあったのはドルのストレートペア、あとはクロス円ですね。まあ、そちらが動いてますんでね、それをやればいいだけの話と言われれば、まあ、それまでなんですけども、僕の動画でもね、やっぱりこのドル円の動画が圧倒的にね、再生数も多いですんで、ドル円を中心にやってる人も多いんだろうなというのはね、まあ想像つくわけなんで、なんとかね、動いてほしいところではあるんですけどもね、しばらくね、この動き続きそうですね。まあせっかくの機会ですんでね、一通貨でもいいんで、何かしら別の通貨を見ていくのもね、この際いいかもしれません。まあひとまずね、こちらはドル円の方を見ていきたいと思います。こちらドル円の4時間足に週足を重ねています。先ほども話をしましたけども、ドルと円というのがね、なかなか差をつけにくいような相場が続いてますんで、現在ね、こういったレンジを作ってるんじゃないかなというふうに見ています。週足レベルで見て上下2円幅。ただしこの赤枠というのは、僕が今仮で作った枠で、実際のところね、これ下に1回上に1回しか試してないので、これがレンジになるかどうかもまだわからないです。まあ、少しぐらいね、はみ出すこともあるかもしれないですけども、材料がない限りはこのあたりのレンジがね、まあ、続きそうだなというのは今のところの感想ですね。さらに今はこの赤枠の中に、この108円の切り板が走ってるわけですけども、なかなかね、この108円も抜けれない動きというのが続いています。現在はここですね、108円を抜けれない動き。過去を見てみると、ここでもね、108円を抜けきれずに、下の方に落ちてしまった流れがありますんで、今はね、この赤枠の中でレンジをね、考えていますけども、この108円を超えれなければね、ここを天井に、もう一回ね、下の方に流れが出てくるかもしれません。どちらにしてもこの4時間足で見た場合ね、なかなか方向感のない動きが続いているという形になっています。環境認識で考えた場合は、この108円はなかなか超えていけない。短い時間足でなんとかね、上の方に試したとしても、そこはやっぱりね、頭を抑えられやすい。そして、だからといって下の方に伸びるかというと、そういった環境でもない。こういった背景を抑えながら1時間足を見ていきたいと思います。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。この重ねている日足、日足部分で見てみると明らかにね、この107円の70銭あたり、ここで頭を抑えられているのがわかるかと思います。下位の時間足がね、ちょこちょこ上の方を試したりするんですけどもね、やっぱり日足では抜けきれない。このあたりの売りの強さというのはすごく感じます。過去を見てみると、同じようにね、ここの部分なんですけども、この緑の108円の切り板の手前でね、頭を抑えられて結局抜けきれずに下落という流れが出てます。この時も上には何度か試してるんですけども、結局この重ねてる日足が実体でね、抜けることはなかったんですよね。なので今回も、この日足が108円を実体でしっかり抜けてくるような動きをしない限りは、やっぱり頭の重い展開、頭を抑えられるような展開というのがね、続くんじゃないかなと。今これはね、適当にレンジになりそうな場所をね、赤枠で囲ったんですけども、実際これがレンジになるかどうかわからないですけどね。このあたりで方向感のない動きが続くんじゃないかなというふうに今は考えています。一応ポジティブに考えればね、こういった下落トレンドから、この戻り高値を上に抜けてきた流れがありますんで、この下落の波は転換しています。さらにこういった形で安値を切り上げながら、高値は抜けきれないまでも、この高値圏でレンジを作ってるというふうにも見れますんで、この期間だけで見ていけば、この高値を上にブレイクしてくれば、この底をつけて転換した波が、そのまま上昇トレンドとして上の方にね、伸びていく可能性というのはもちろんあります。今は1週間ほどこの高値圏で持ち合いを作ってますんで、この持ち合い下に抜けてしまうとさらにね、もう方向感のない動きになってしまいますんで、できればこれを上にブレイクする流れというのを期待したいところです。ただしこれ過去何回かね、上の方に試してるんですけども、全部騙しになってしまってますんで、これブレイクする際にも、これ上にブレイクした形にそのまま乗っかってもね、騙される可能性というのはやっぱ大きいかと思いますんでね、この上昇の流れ取るのはすごく難しいかなというふうには感じますね。安全策で行くんであれば、せめて1本でいいんで、この日足が上の方にブレイクした形というのを確認してから追いかけていく方がいいのかなというふうにも思います。そうすればね、昨日のこの高値でロングをつかむようなこともありませんのでね、基本的には方向感のない動きが今後も続いていくんじゃないかなというふうに見ています。
はい、こちら15本足に4時間足を重ねています。これ日足がね実体で意識されている部分というのが、はい、これ重ねてる足をね日足にしてみました。そうするとね、ここがしっかり頭を押さえられているポイント、これより上というのは継続した甲斐がなければ、自然と売られるような形になるんじゃないかというのはシナリオとして作ることができます。昨日で言えばこの高値圏のこの部分、パッと見ただけでねこの枠の中にはダブルトップが見えるかと思うんですけども、これはいつも話をしてますけどもね、このダブルトップができるのが大事なんではなくて、このダブルトップがどこにできているかが大事なんですよね。今回であれば、日足が抑えられている上の部分、日足が閉じるまでにフォローが入らなければ、当然この後には売りが出てくる可能性が出てくるような、そういった場所で、しかも目の前には108円の切り場、過去もねここは何回も頭を押さえられているポイントなんですけども、こういった背景があればね、このダブルトップっていうのは細かく見ていけば至るところでこういったダブルトップっていうのを見つけることができるわけですけども、その中でも信頼のおけるダブルトップとして見ることができるんじゃないかなというふうに思います。僕はねこのネック割れたところでショートの方を入れていますけども、このあたりの細かい話は5本足の方で見ていきたいと思います。じゃあ今日の動きですよね、どういった動きを考えていくかというと、やっぱりこの107円の70銭、ここはね日足レベルの実体部分、つまりここの部分抜けてきたとしても、昨日のようにね頭が重くてフォローが入らないような環境になれば、再度ねここは落ちてしまうような、そういった環境にあるということです。上がってきたところを逆張りでバチンと入ってしまうと、上に抜けるような動きをした時には踏まされてしまいますので、ここで天井圏を作って頭が重い展開になれば、ショートを狙っていくのは悪くないかなと思います。この1週間ほどね、この辺りで日足のレンジ圏を作ってますんで、ちょうど今はこのレンジの下限ですよね。ここでサポートされるようであれば、ここから上への流れも出てくるかもしれません。ただしレンジって難しくて、短い時間足ではねこういった形で少し抜けたりするんですよね。なのでレンジのトレードって簡単そうに見えてね、僕は結構難易度高いと思っています。というかねもうトレンドが出てる相場に比べればもう圧倒的に難しいと思いますんで、やっぱり抜けを待ちたいなというのが正直なところですね。ここもそうですけども、この枠の中で入るよりもこの枠を出たところですね、抜けたところでのプライスアクションを見て流れを追っていく方がいいのかなというふうに思います。はい、こちら5分足に1時間足を重ねています。先ほど見たダブルトップというのがこれなんですけども、1時間足で見ればね、ここに綺麗なネックライン引けているのがわかるかと思います。2つ山を作って、この2つ目の山というのは1つ目の山を越えられなかった。高値の切り下げという状況が生まれた中で、環境認識としてこの辺りというのはね、売りが強いポイント、買いが入らなければ売りは出てくるであろうと。そんな中で出てきたこういったダブルトップのネック割れ、こういったのも積極的にショートを狙っていけるような形だと思います。僕はこの抜けた後のこの持ち合いの部分、ここですね、ここでショートの方を入れています。ロスカットはこの山の高値の部分で、10ピプスぐらいだったと思うんですけども、あとはもうすぐにね落ちてくれたので直近のこの安値ですね、この辺りで1回リグイを入れて、桃湯であればねもうすぐにリグイをしようと思ってたんですけども、下の方に加速したので、加速した場所の止まったとこ、ここですね、ここでもう1回リグイを入れています。このドル円のトレードに関しては、所詮ね、これはレンジの中の動きなんで、大きな下落トレンドが生まれると思ってエントリーしてるわけではないので、ある程度目標のレートは決めておいて、そこに到達すれば、あまり値動きを確認せずにリグイをすることが多いです。逆に大きなトレンドに乗ってる時というのは、どこで止まるかわからないので、ある程度戻される覚悟も持って、ホールドすることも多いです。リグイって難しいですよね。エントリーする際は厳選できますんで、最悪見送りという選択肢もありますけども、ポジションを持ってるともうホールドするか流用するか、もうその2択しかないので、しかも直近にねこういった参考となる動きというのがねやっぱり少なかったりしますんで、リグに完璧を求めてしまうとどうしても行き詰まってしまいますんでね、ある程度最初に目標を決めておいて、もうそこに到達すればもう流入れてしまうという形がねやっぱり一番シンプルでいいのかなというふうには思います。特にこういったレンジ相場の環境ではそういった戦略が有効かと思いますね。はい、というわけで昨日はね大きく相場の方動いていたんですけども、ドル円に関してはドルも円も売られているという形になりましたんで、値動きの方はねやっぱり渋かったです。今意識されているのはこの107円の70銭のこの日足の高値、ここはもう忘れずに基準として見ていきたいです。1週間ほど小さなレンジを作っていますんで、この中の動きというのはやっぱ難しいかと思いますんで、ここを抜けた動きというのはねやっぱ注目していきたいなというふうに思います。抜けたからそちらの方向に走るという考えではなくてね、こういった大きな相場で見てもなかなか方向感のない動きというのが出ていますんで、抜けたところでフォローが入るかどうかというのを見ていけば、その後の動きというのはある程度見えてくるんじゃないかなというふうには思います。ただどうしても小さな値動きになってしまいますんで、できればね大きく動いている通貨他にもありますんで、そちらの方をね見ていただければチャンスは広がってくるかなというふうには思います。それではドル円の方は以上になります。他の通貨に関してはこの後また別の動画で出したいと思います。
それでは今日も頑張っていきましょう。